日常運動の食うたにようこそ。さて本日のテーマはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートコレクションのおせんべいをいろいろ買ってきましたので、これを食べたいと思います。まあここにリッチカパエビセンというちょっと趣旨が違うのもあります。まずは、はい、こちらのウニ揚げせん、コーンポタージュせんべい、濃厚カレーせんべい、海鮮ミックス、エビ大葉焼き、多分エビせんですね、薄焼きせんべい、そして一口サイズのおにぎりせんべい。これ関西だと割とメジャーな商品なんですけど、これファミリーマートコレクションだったら全国で売ってるのかな、それともこれも一部地域だけ。もし私の地域で売ってるよという方がいらっしゃいましたらコメントで教えてください。ではこのおにぎりせんべいからいただきましょう。幼少期から見ていたおにぎりせんべいよりやっぱりちょっと小ぶりだな、一口サイズだけど物足りないかも。でもまあいただきます。あー、どれもパリパリサクサク美味しいなと思ったら、うわちょっときついのきたかも。でもこれはこの中で一番は、まず最初に食べた一口サイズのおにぎりせんべいはサクサクとした食感、カリカリとした食感の生地に餃子の香ばしい香りが効いて、とっても小さくてもやっぱり昔馴染みの味でしたね。まあこれだと分かりづらいかもしれません。次に食べました素材の旨味海鮮、これは塩気の効いているおせんべいに海鮮の旨味が見事に広がってきてとっても美味しかったですが、一つだけわさびが入っていてそれで悶絶したのがちょっとなあ部分もありました。油断したな。では続きましてこちら濃厚カレー鮮、スパイシーでコク深いと書かれており、その名前の通り結構刺激があって辛かったですね。海鮮とはまた違うカレーとお米の新たな一面を発見したようなそんな気がします。そしてこちらのエビの大コクの旨味、コクと旨味のエビの大判焼き、やっぱりエビ鮮です。薄くてパリパリしているのでエビの旨味を口の中で感じることができてとっても美味しかったですが、これだけだとちょっと大きすぎて物足りなくなってきてしまいましたね。なんか目玉焼きとかなんソースとか塗りたいなって思うような部分もありました。まあ用意すればよかったんですけどね。はい、では続いて残っている4種類も食べていきましょう。じゃあこの薄焼きせんべいかな。本当に薄いな、ポルトチップスみたいな感じ。ではいただきます。さらに一番美味しいのはあれだな、冷たこっちのパリパリサクサクも美味しいよ。こちらの薄焼きせんべいあっさり塩味はやっぱり薄焼きというだけあって食感がパリパリしていて、他のサクサクとは違ったまた味わいがありました。サクサクにもパリパリの方が好きな方はこれがおすすめです。で続きましてのこちらのウニ揚げせんはなんかウニの旨味があったからでもさ、ウニそのものの味は全くよくわからないのでなんとも、ただ他と比べると甘みが強い感じがしましたね。なのでちょっと甘めのおせんべいが好きな方にはこれがおすすめです。でその次濃厚コーンポタージュせんべい、これもさっきのカレーと一緒で噛んだ瞬間にコーンポタージュの甘みが口の中に広がってきました。なのでコーンポタージュが好きな方にはおすすめですね、このおせんべいも。そして最後に食べたリッチカッパエビせん、通常のカッパエビセンに比べると太くて硬いような印象でしたね。なので本当にリッチな気分になりました。ザクサクサクではなくザクザクといった感じですね。本当、以前カルビー47都道府県でいくつかカッパエビセンを食べたんですが、この食感であれができてたらなと思うようなものもありました。で今回なんですけど、この今回食べた中ではこのですね、この2種の濃厚ソフトカレーせんべい、コーンポタージュせんべい、この2つは特に美味しかったので、これら2つを代表としてこちらも点数とさせていただきます。もちろんそれ以外も美味しかったですけどね。そう、さてそれでは「おぼろ月約束するかな告白の」、なんか神秘的なようなそうでもないような。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。
お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。